こんにちは、パラウサの中貝で道場の井出です。キューピーです。そして、はい、パラウサの渡辺です。そして今日ブールに行くあこちゃんです。よろしくお願いします。そう、ね、まだまだあこちゃんでアドリブ力はね、はい、けど、これ今からアドリブ力つけないからね。はい、そうです。あこちゃんプールでお忙しいで、自分のところも今日も水道と練習できたんで、はい、かなり充実してたんじゃないでしょうか。ちょっとカメラが高い、あ、低いね。はい、で、はい、ごめんね。はい、で、今日も練習試合したりして、はい、で、メンバーもちょっと増えて、かなり盛り上がりましたね。うん、これでちょっとまた来週からね、楽しみになりました。ちょっと大変だと思いますけど、てんやわんやと。まあはい、だけど、まあ、人が増えるということはね、少ないので、うん、もうみんなで楽しく、そして強くなっていきましょうということで、はい、大会、今日来るときにちょっと数えました。はい、200超えてました。おお、さすがすごい。200何人かな。うん、で、5月15日、充実と納期があります。で、ですね、何やったかいな、キッズがもう100名超えた。すごい。うん、そしての200だから、まあ、大人もね、半々ですね。あれも、うん、半々に頑張ってるというアダルトマスター。で、あと、うちからもね、また、試合に出る子がちょっと増えたので、はい、これはちょっと頑張りましょう。はい、なぜかというと、団体優勝が今回はものすごく重要になってくる。なぜかというと、今週のバリカタ外伝の松田町長の、会を見てください。なんと重大発表で、タイトルがね、重大発表で、何事かと思ったら、今年の5月から木山特別賞を出すと。で、毎年ね、やっぱり木山ってスポーツの街だし、うんね、立派な体育館があるので、やっぱり大きい大会が多いんですよ。うん、九州大会を木山でやろうとか、その佐賀県の大会を木山でやろうとか、うん、でうちも充実の大会を九州の国際大会として年に3回やってます。うんうん、はい、でそういうことで、なんか、木山特別賞で、なんかまあ、参加人数にもよるらしいんですけど、100人、200人、300人以上とか、うん、それで、何だったっけ、1万円、3万円、5万円みたいな。おすごいでしょ。すごい。だから300人超えると、もしかしたら5万円の、で一応商品券、現金じゃない、あ、まあまあまあ、商品券、まあ、まあそれはそれとして、木山町の商品券だけど、木山町の商品券何ショットでも、すみこ暮らししよろ、はい、木山町の商品券っていうことは、木山まで落としてほしい、ね、っていうことなので、うんうんうん、地域振興じゃないですよね。うん、で、充実はキッズの団体優勝、はい、アダルトの団体優勝、マスターの団体優勝と3つあるので、それでどれかに団体が優勝すると、お、うん、例えば、まあ、5万円だったらキッズが1万円、うん、で2万円2万円とかね、まあまあまあ、3万なら1万1万1万、まあまあまあね、団体で商品券がもらえて優勝したとこ、うん、で帰りにね、よし、じゃあビールでも買ってみんなで分けようとか、うんうん、で、ね、団体優勝しましたんでって言ったら、おお、団体優勝したんかってなるんで、盛り上がりますね。はい、で次大会出る時も団体優勝目指そうぜと、ね、そうそうそう、一応目標、ね、ま、意味が、ね、団体優勝の意味が、だから下手に盾もらうよりはそっちの方がいいかもしれないですけど、うん、個人には、まあ、もちろん金メダルがあって、はい、うん、団体には木山町の商品券がつくっていうのはすごい嬉しいことですね。ぜひぜひふるってご参加を。はい、ふるってご参加を、うん、でこれを目標にね、またちょっと今からみんなで広めてもらって、はい、また参加者が増えることを祈っています。はい、2回目の締め切りは4月の13日13です、うん、で詳しくはまた明日のバリカタテレビでやりますので、もしよかったら見てください、はい、でついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。でウサも生徒募集中、はい、随時募集です、はい、お待ちしております。ということで今日は帰ります、はい、中川帰ります、お疲れです。